こんにちは、オーシャン東京仙台の石川浩太です。アシスタントの久保智也です。今日はですね、仙台で流行ってるパーマ3選を巻きながら紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速巻いていきます。はい、じゃあまずは1投目。1投目は波巻きパーマとツイストスパイラルパーマのミックスされた、最近僕らの中で一番オーダーが多いスタイルだよね。多いスタイルをちょっと最初に巻いていきます。お願いします。強めのカール感が特徴なので、ね、巻いていきます。お願いします。2度目、プードルマッシュ巻き終わりました。イエーイ。じゃあ薬つけていきます。はい、じゃあラストがこうベリーショートのスタイルですね。ベリーショート のワンカールで無造作にするスタイル巻いていきます。まあ、これも結構多いよね。結構多いですね。なんか夏とか特にスパイキーショート多かったのが多かったですね。巻いていきます。巻き終わりました。ベリーショートのスタイルですね。じゃあこれもちょっと薬つけていきます。3種類の仙台の今流行ってるパーマ3選をご紹介いたしました。どうでしょうか、この仕上がり、友也さん。いや、結構どれも結構全部かっこいい。かっこいいですね。我ながらめっちゃかっこいいのができたんじゃないかなと思うので、まあ、普段サロンワークでもこんな感じでやってるんですけど、でも本当にこの3種類はめちゃくちゃ人気なスタイルなんで、ぜひカットとパーマは東北でやるなら僕たちにお任せください。お待ちしてます。お待ちしてます。あと東京のエリアとかもこのスタイルやりたいなんてもオーシャン東京のスタイリストさんは誰でもできるんで、ぜひお任せください。以上、オーシャン東京仙台店からお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございました。